はい、ゆきです。今日は、ガラムメンソールを紹介していきます。こちらは16本入りで440円と高めのタバコです。はい、タールが 33mm、ニコチンが、1.7mm のタバコです。で、こちら大好きなんですが、まあ、ガラム特有のね、というかガラムですからね。ただ、以前紹介しました、缶のガラムに比べると、まあ、どちらかというとマイルドな方ですね。はい。こんな感じです。それでは、吸っていきましょう。うまいですね、うん、うまいですね。ちょっと換気扇を回さないと臭くて。むちゃくちゃ臭いんで。いやー、これはうまい。まあ、ガラムはね、売ってる店が少ないっていうのはあります。で、ガラムの特徴として、燃焼速度が非常に遅いことが言えますね。いや、夏に美味しいガラムはね。夏に非常に美味しいタバコです。今日もね、めちゃくちゃ暑くてね、もう暑くて、何度だよ、もう30度超えてんな、この暑さやと。ワンルームなんでね、窓1個開けただけだと全然ダメなんで、玄関をちょこっと開けて、これぐらい、玄関これぐらい開けて、風の通り道として作ってやってますが、で、あとガラムの特徴として結構ね、これがパチパチ弾けて、灰がね、結構飛ぶんですよ。で、散らばる灰がね、うん、それが特徴。灰が飛んじゃうんで、ちょっと嫌なんですけど。ガラムはインドネシアのタバコということで。あとこのね、吸い口が、砂糖が塗られてんのか、甘いんですよね。なんでこう、加えると、ここら辺が、唇がね、舐めると甘い。これがまたいいんだよね。この甘さと、このガラムの香りの調和ですね。
で、ちょっと関係ないんですが、このガラムのね、タバコのこの香りはですね、ゴキブリを退散させる効果がありまして、他のタバコにはない、この、まあ、なんだっけ、長寿っていう植物の種子だったかが使われてるんで、それがね、ゴキブリの、対比効果。があるんですね。はい。だから、だからっていうか、だからはどうかわかんないけど、だからガラムが好きな、ガラマーの人の部屋には大体ゴキブリがいないっていう。まあそもそもゴキブリっていうのは、大体台所なんですよね。で、俺ここワンルームなんで、まあ、ガラム吸ってれば、多分そんなに、ゴキブリが寄ってくることはないんじゃないかなと思うんですけど。まあ、台所もワンルームですから。ね、台所も一緒に、この煙でね、洗浄してくれるんじゃない。ああ、暑い。とにかく暑い。ワンルームはね、本当にね、こもる。熱がこもって暑い。アパートなんですが、マンションだとそんなにあれなのかな？ないのかわかんないけど。鉄筋コンクリートマンションとかだと多分、そんなに暑くないと思うんだよね。ただ木造とかのマンションっていうか、あれだとアパートとかだと、熱がこもるのか非常に暑いです。外の方が涼しいです。部屋入るともうすごく暑いんだよね。で、あと、タール値が強い、高いので、非常にね、一本ね、ヤニクラが起きるんで、一本で満足しちゃう。タバコです。非常に満足感がある。値段が高いですが、16本入りで440円ですか。高い。20本に換算すると、500いくらやな。500円超えるんで、高いっす。ということで、こちらのガラムメンソールは、5つ星。じゃん。ということで、ご視聴ありがとうございました。ヤニクラが。